めしラジオ久々すぎてめしラジオのそんなんだったっけめしラジオの入りがもう違うんじゃないの。寝起き感すごいな。寝起き感すごいな。寝起きですもん。何寝起きなの。カツオちょっとはやっぱ本当にジャンフェス終わってマジで喉やばい、うん帰りましょう今日じゃあ。じゃあ寝るけもう。帰りましょうってうちだよ。これもう食べて帰るわ。俺も疲れてる。逆にいいのマック食いに来たから。寝るやもう今日は。いいのもういいや今日は。やばくね。じゃあバーミヤン行く今からね。アホでしょ。バーミヤンそんなに。何？ほらもう見してるから。Kさんはマックだけど。うん、じゃーん。何？味噌汁と握り飯。どうした健康になろうと思って珍しいじゃん。あの1週間企画で、うん、やっぱり料理をしたんで、うん、お米を炊くようになりました。最近自炊してんねんけどとかも自分で。そう味噌汁はインスタントですか。うんうんうん。味噌汁も作ったの。これ作った。あったら本当に、うん、どうした片やマック出ないんだ。違う今日電車乗ってて、うんあ、すごい体に悪いもん食いたいなと思っちゃってなんだそれあ、まあでも分かる気持ち分かるそういう時。いや、なんか分かんないけどそんなこと思ったこともないんだけど。今度家系ラーメンじゃん、一回じゃ家系あるよ。一番体に悪いじゃん。バーミン行こうよ。バーミン行こうよ。バーミンもさせるもん食うよ。飲んないっすよ、普通の人何おー、いいねって。バーミン行こうよ。ええ、だけマジで最後に行ってみるんですよ。めっちゃ前だよね。めっちゃ前。高橋さんの前のうん家のすぐそばそばではないけど、そう、にあったからね。比較的そっちにあったんだよ。バーミヤン行こうよ。じゃ今日夜ね。いや、夜でバーミヤン行かないですよ近くにあるわけのもんじゃない。でも、誰の家のことでもないよね。どっか出てまで行きたくないですよわざわざ駅に飲んでよ。いつからそんなあれになっちゃったの。最初から別にバーミンそんな燃えてない美味しいですけどねまあまあ好きだけどね俺も。ああ年末やってます。ちょっと最近ハーフくん来ないですね。そうなんだ。コメントでもハーフくんが年内に出てほしいって言ってた。あのね会社員なんでね、うん、年内来れない説が濃厚だよね、うん、会社員なんで忙しいっすね。これってわかんない。これはもう適当っす。年内にあげてください年明けかもしれない。なんで年内来れないって話してんの年収はでも来るっぽいんでね。うん来れんのあいつ。来週にはハーフくんの動画が1本ぐらい上がるんじゃないか。上がる。来週にも上がる気しねえなベトナム旅行進んでるんですか。うん、何進んでるの。予定別に何もねえよ、プランは。え、どこ行くとかもないの。うんベトナムに行く以上。うんそんなんもう、なん身ぐるみ剥がされて終わりだもんなんでだよ、身ぐるみは剥がされねえだろ、別に。わかんない、なんか財布盗まれてるツアーじゃないんだ。ツアーじゃない。え、すごくないそれ。うんツアーじゃないの。うん、ツアーじゃないよ。いくらっすか。飛行機が6万ちょっとかな、往復。うん、あ、そんなもんで行けんの。行ける、なんか日によって倍になる日もあるけど。安い。うん10万ぐらいですか、じゃあ。そうだね、今かかってる費用は。いや、今はまだそれしかかかってない。え、ホテル取ってないんですか。うん、わかんない、適当に取ると思うけど。え、まだ取ってないの。ちょっと聞かないとわかんないもう全部丸投げしちゃってるから。やば、やばくない。取ってなかったら、本当に野宿ってことベトナムって寒いの。知らない。日本か南か。暑いんじゃないですか。夏の服でいいの。その辺は多分さすがに調べておいた方がいいビブルカンバカード引いて番号の数だけお土産買ってくってどうですか。いいね。やだよ、ほぼ店向かいのチーム引いたら680個です。入るわけないな全部2個つけるっていうのはどうですか。番号に分のお金の分買ってくる。あ、お金ね。そ
それはどうなるんですか。いや面白い面白い。そんな別にいいよ、もう動画とか。いやいや動画のために行くんじゃないの。いもう普通にもう休みだから。ストーリー上げてくださいね、毎日。あ、それはもう絶対ストーリーは絶対やだよ。俺らも楽しみたいし、ベトナムだから。 Wi-Fi あんのかな。え、グローバル Wi-Fi 借りないの。だって連絡取れないじゃないと。借りた方がいいっすよ。ん、借りた方がいい。うん、で借りないでどう。空港で借りれるよね、あれの。え、普通借りるもんなの。うん、普通借りるもんじゃない。だってないと連絡取れてるね、友達と。あ、そうなの。普通に冷静に考えてそうじゃん。Wi-Fi ないんだから連絡取れないじゃん。そっか。モバイルデータどうにしてた。やばいことない。うん、やばい。それを切んなきゃいけないんだね。えぐい量ですよ。うん、十万でしたもん。うん、十万。それはやばいよ。ついてただけになっちゃうんすか。じゃ電源切ってたほうがいいの。ずっと機内モードじゃないか。うん、機内モードだよ。機内モード、ずっと機内モードか。うん、なんか、いや、あ、ちゃんと行く前にモバイルのなんかオフにちゃんとしたほうがいい。設定がある。海外、すればよ出てくる。海外行くならこの設定にしたほうがいいみたいなの出てくるから。やばいっすよ。やばいね。なあ、親切に繋がるようにしないでくれよな。県外にしといてくれって思わん。だって一生懸命つなげなきゃなの、携帯っていうのは。そういうなんか余計なさシステムいらないじゃん、普通に考えて。すごいですから、やっぱ。なんで海外だとそのうん十万いっちゃうの。だって日本だと、うん、定額、うん、と適用の配当でしょ。そういうこと、うん、そうっすよ。だったら海外はもう県外にしてくれよって思わん。でも海外で仕事する人からしたら楽パターンがあるかもしれない。うん十万いっちゃうのね。海外の設定にするんじゃないの、その分かんないけど、月額ぐらい。あんじゃない、ありそうだよね、海外の。でもそんなんで、なんかちょっとさ、ちょっとしたあれでこの一般素人をはめないでほしいよね。ちょっとしたあれで一般素人をはめる。知らない人もそうですよね。そう、ね、怖いよね。一般素人の2個ある情報が。素人の中でも一般。そうだよ、素人の中でも一般素人。一般素人はめないでほしいよね。どうします。何が楽しみっすね、ベトナム。何があるんだろう。本当に行ったことないかな。10年、12年ぶりぐらい。ベトナム。いや違う違う、海外14年ぶりぐらい。すごいね、ケイさんが海外に行こうというその思い立ちが。楽しみなんですか。楽しみだよ。だってさ、行ったことねえから。別に俺が誘っても絶対行かなかったでしょ。あいつ君と行きたくないもんでしょ、うん、でその人が、でその人ってケイさんにとっての存在力すごいよね。20代の前半の男、うん、そう、友達友達。あ、20代前半の友達は。あの、例の人。例の男。そうそうそう。なんなのそれ。だって、この俺らが誘っても、うん、だってじゃあ俺だけじゃなくて、例えばこのチームでじゃあ海外ロケしようぜ、うん、行きたくないでしょ、うん、そいつに合わせろ。やりますよ、来年。やんないよ。え、もう決まってますよね。来年も決まってねえよ。何ビブルカードで出てたキャラの好物をその現地で食べる。やだよ、そんな。あ、それ面白そう。行ってきてよ、一人で。アラバスタの引いたらエジプトですから。エジプト料理だから。エジプトはやだよ。ムルキーヤ、エジプトですから。これめっちゃ面白いよね。これやりたい。これやりたい。それやります。俺はやりたくない。フランキー引いたらアメリカで。いい。俺はやりたくない。ハンバーガー、フライドポテト、コーラに合うもん。言ってきていいよ。本場で食う。本場で食う、いいじゃん。フランキーアメリカなの、しかも。うん。ハンバーガー、フライドポテト、コーラに合うもの。あれ、それでいいじゃないですか。え？ドラゴン引いたら、あれですから。キューバですから。キューバとか行けるの？ガディート。キューバっていい。受けますよ。入れないんじゃない。いいじゃないですか、そしたら。ん、いけなかったで、お前。国境、その国入れなませんでした。なんだよ、それ。それめっちゃ面白そうだよね。海外いいじゃん、やりましょう。時間とコストすごいかかるけど。ちょっと一回やってみたいよね。何の試合なんですか、その20代前半の男性。うん、だから飲み会だって。飲み会で20代前半の男子と知らないよね、うん、そういうお店。そういうお店じゃねえよ。そういうお店じゃない。若い男性と。若い男性の。だからそういう趣味はねえって。パブみたいな感じで立つか。そういう趣味はねえって。いつからの知り合いなんですか。もう1年ぐらいかな。え、そんな長いの。もうちょっとかな。
一回も紹介してくれてないじゃん俺らに。しねえだろ、なんで紹介するんだ。なんで紹介してくれないの。なんで紹介するんだ俺らに。しねえよ。俺らの計算取られたみたいだよね、だってこのままだと。なんで動画送ってもらっていいですか、ラチコさんの人。そう、送んねえよ。写真じゃちょっと分かんないから、動画で。騙されてないかちょっと判断したいんで。騙されてないよ、何に騙されるんだよ。でも本当は、そう、金見、ね、とかでいけんじゃないですか、飛行機の。金見ついてるかもしれない、計算が。いけねえよ、その人に渡すでしょ、あったお金多分。いや、俺のクレジットで払ったんだよ。あなんだ、二人分引かれ、二人分引かれてるかもしれない。だから、まとめて俺が払ったんだよ。あ見ついた、見ついてる。もらいました、ちゃんともらった。今度もらうよ。あ、見ついてる。いけないかもよ。あ20代の若い男に貢いでる。貢いでねえよ。なんで20代の若いやつに貢いでんだよ。やばい、騙されてるぞ。貢がねえよ。おじさんはやっぱ騙されやすいからね、若い子に。だから男の趣味はないって。ケイさん騙されそうっすよね。騙される、まあいろいろ金は突っ込んだことあるけどね。その子に。その子に。違う。その子とデートするのに。違うって。女の人ですか。いや、女の人にはないな。ない。何突っ込んだら何話をしようとするもっと怖いですけど。せめて女の人につぎ込んでるならまだね、まだわかるけど。何につぎ込んでる。闇、闇か。闇だな。闇。あんたまさか闇についてるんじゃねえだろうな。闇に、そうだね、闇に突っ込んだことある。青生地みたいな生き方してるね、今。やっぱさすが感じわかんない。4から7いないんですか。うん、結構いないよね。4、5、6、7いないってことは多分8は死んでるんで、海外旅行の次の日なんで。いやー、もう無理だよね、正常な活動できないよ。そうなの。5日間もいないじゃないですか。うん、いいじゃん。え、なんか申請書出しました、それ。僕俺らにね、5日間動けない。いやいや、海外行くんで。言うてお前らってなんか会ってねえじゃん。言うて今日結構久々だぞ。会ってないけど、その全く連絡取れなくなるわけですから。まあダメなの。申請書はあるも全然よかったっすけど。ダメ、なんで申請書。不安だよね、俺ら。1日でも警察と連絡取れるの不安だよ。いいでしょ、取れなくて。そんなサムネは作ってくるんでしたっけ。作れねえ。サムネ作ってもらわないとちょっと。だから作れねえよ。4日分はちょっとね、重い。4日分のサムネ外注しろ、外注もう外注しろよ。できたよって送ってくださいよ、LINE に。何の。どっちがいいっていつも、いつもみたいに1、2って俺らちゃんとやるから。いや、いいよ。上がいい、下がいいって。いいよ、ちゃんと返します。それはここ、こうやって変えた方がいいんじゃない。何しねえよ、サムネのやり方。何しねえよ。それできないなんて無理だよ、寂しくなっちゃうから。俺ら寂しくなっちゃうよ。なんないだろ。うるせえな。うるせえな。え、あのキャラっぽいのあったら本当買ってきてくださいね。何を。俺の人形っぽいやつ、まあ、あったらな。写メ送ってちゃんとどっちがいいか、あれ顔つき違ったりするんで。ハハハ、細けえな。でもまあ大体忘れてるからないものと思って。まあ見つけたら多分、うん、あってなると思うんで、うん、ちょっとなんか、何かしらでいいから、ちょっとお前買ってきてよ。セカンド取る、それで。何かしらメイン貼れるならメインでもいい。メインは貼れるもんねえ。でも、でもベトナムでワンピースのなんか日本に売ってないグッズがあったみたいなのはいけると思うんでね。見たいじゃん、気になるじゃん。ベトナムでワンピースグッズってなんか売ってたら気になるから、まあ、全然1万円分ぐらいちょっと買ってきてもらって。なんのかな。ベトナム国内でワンピースやってますよ。あ、やってるんだ。うん、あ、じゃああるんじゃない。なんか空港とかで見つけたらさ、買っててよ。いや、忘れてるから言ってないから。ワンピースのベトナム交番海賊、うん、あ、海賊ゲームだ。海賊ゲームってどっちだ。何海賊ゲームって。どっちの海賊だろう。海賊版の方。海賊版だったら違法なやつだよ。ダメじゃん。海賊版だったらダメなやつだよ。海賊版っぽいな。ダメじゃないかよ。ダメじゃん、海賊版じゃん。ちょっと買ってきてくださいよ。うん、それすげえ気になるよね。うん、それは普通にメインでやりたい。それ買ってくよ、全然申請書なくてもいいっす。うん。で、なんで申請書がいるんだから。ちゃんと1日ずつ、この日はこうなんで、ここに行くので。めんどくせえ。普通の企業でもそんなんねえ。普通の企業じゃないじゃないか。俺ら、あ、その分動画とサムネやんなきゃなってなるから。その分なるじゃん。何、いいじゃんよ。俺はなんぞ、俺多分 4、5 年間やって一番ないよ。君ら、まあ、さぞ知らないけど、君は結構旅行とかあったと思うけど、
俺一回もないからね、ごめんやってきて。変わったんですか、性。そう、変わった。この、来年から変わりました。なんでだよ。やっぱ30歳迎えた、やっぱ大人なんで。なんでだよ。やっぱ30歳。めんどくさくなんだよ、余計に。やっぱり。やっていかないといけないんで、そこは。なんでだよ。しっかりとね。チーム一丸となって。いや、そうっすよ。ん？あるかな。ホーチミン行くんすか？どこ行くの？多分そうだと思うけど。ホーチミンが有名だよな。ホーチミン。でも首都はハノイだっけ？ハノイ。ベトナムハノイ。首都ハノイだっすよね。知らない。は？は？知らない。いいな、楽しみですね。俺らも楽しみなの。俺らも楽しみ。なんでだよ。俺ら関係ないの。すごい楽しみだよね。みんなも楽しみだって。なんでだよ、だから。なんでいや、なんかちょっと親心あるよ。ありますよ。Kさんが海外行くっていうその決意。今年結構だからさ。なんだよ。その決意が。いや、だって、ねえ、万年おじいちゃんだったじゃん。すべてが、もうこれ、すべて同じでいいみたいな感じだった。言うたら、服も、例えば趣味も。確かに。万年、もうね、おじいちゃん。いや、おじいちゃんも、悪く言ってるわけじゃない。おじいちゃんに悪く言ってるわけじゃない。いいじゃないけど、例えとして。もっとアクティブなおじいちゃんいるぞ、俺は。物の例えとして。だったのに、それがこの何、急にこの30歳になってから。この世界が広がるってのはやっぱ嬉しいよね。嬉しいですね。誰なんだよお前らは。嬉しい。生徒遅れ出す気持ち。成長しましたね。成長した。なんだよ。誰が言ってんだよ。すごいな。え？どんな心境なんですか今。何が？いや、かましてやろうみたいな感じなんですか。ベトナム行って。ダセーだろ。ダセーよ、そんな。なんもねえよ、別に。ベトナムでかますってなんかダサい。世界観変えたいっすね、やっぱ自分の中の考え方とか。うん、そう、それは聞きたい。うん、やっぱベトナム行くんで。やっぱってね、世界観変わるっていうね、だって。そうなの。4日間も行くんで。変わんねえだろ、4日じゃん。一番出すやつじゃねえか、4日行ってなんか語ってるやつ。いや、でも4日ぐらい行けばさ、やっぱ日本と全く違うわけだからさ。違いますよ。いや、違くても。現地はおーってなるよ、だって。あの辺行くと。いや、まあそれは知ってるからな。本当に多いっすよ。シンガポールで多かったもんだって。シンガポールより多いっすから。ベトナムなんか多いね。シンガポールは割ともね、うん、ちょっとよか。シティな感じありますね。うん。ベトナムやばいんじゃない？シティな感じが。ベトナムはなんか、現地まみれなイメージがある。現茶まみれって、いや本当にだって現茶やばいんじゃないの、わかんない。現茶やばいっすよね。すげえな、ベトナム楽しみだな。いやいや、楽しみだなって、なんでお前らが楽しみだな。生ハムマキとか食べれるんですか？食べないね。フォー、あ、フォーは食べるでしょ。フォーってなんだっけ、麺だっけ。麺、米の麺。あれは食える食える。ペペペ、なんだっけあれ。ペッパーくん。違うペロリ、ペペロンチーノ。違う、あれなんだっけ、あれペコモズ。あの、美味しくないやつ、美味しくない葉っぱ。ペペロンチーノじゃなくて、ペペじゃないよ。ペローナじゃなくて、なんだっけ。パクチェ。あ、そうパクチェ。全然ちげえじゃねえか。が無理なんすか。あれはもうやっぱダメだったね。パクチェ多いんじゃないですか。でもベトナムね、なんかいろいろ入ってるイメージだから外していかないと。だから肉だけ食おうと思って、あの普通の店行って。うんうんうん。まあ確かに意外となんかね、物価が安いでしょ。店とかが普通にあって、こっちで1万ぐらいする肉とかがなんか3分の1ぐらい食えるって言ったら、うんうん、安いっすよ。そステーキとかはただ普通に行こうかなっていう。まあいいっすね。いやいや、向こうのもの食え。いや、そういうの俺こだわらないタイプだから。なんでそこはか。向こう行ってマック食うタイプだ。まあそう海外行ってマック食うタイプだ。でももしかしたらちょっと違うマックかもしれないしね。まあね。あ、でも確かにあったよ、バリちょっと違った。米売ってたよ、まあ、でしょ。なんか米の上に肉が乗ってるみたいな。俺郷土料理的なやつあんま好きじゃないからさ、言うて日本にいてもその現地も食わないんだ。意外とデビューしたらうまいパターンだよ。だから俺バリで、うん、バリ人やばっと思った。バリ人ってなんだよ。いや、こんなにうまいもので育ってんだと思う。俺ドハマりしたの。何を。なんかそのなんだっけ、もう名前忘れちゃった。いや全然もうダメじゃん。だってもう2年ぐらい前だから。覚えてねえじゃん。なんか辛いやつとか
あなんか鳥のなんかね、焼き鳥みたいな。ジャンバラヤ、ジャンバラヤ。なんか鳥の焼き鳥みたいいっぱいあるよね。あるよね、そうそうそう、あんのよ。こういうプレートみたいなの乗ってる。そう、なんかプレートになんか細々いろいろ乗ったりしてるの。で、すげえ辛味とかのが、日本とまたちょっと違う辛味なんだけど、うん、もう超うまい、チリソースみたいなのが。もう、バリ、アイラブバリって T シャツ買っちゃうぐらい、バリ好きになったから、俺。その郷土料理で。あ、それは郷土料理。そうそうそう。だからその現地の、本当に、現地の人が行くようなレストランだったから、当時行ったの。うんうんうん、だそれでも一回一食はいけないよ、せっかくなんだから。いや、いいです。なんだお前。なんだいや、俺はステーキが安く食いたいんだ、それだけだ。普段食えないだろ、日本にいて。ちょっとせっかく行くのに。やっぱり安いところでいい肉を食う。でも良さそうなとこ多いっすわ。美味しそう。良さそうな場所。そうなんだ。ホーチミンに高島屋がありますよ。え？あ、日本企業がやっぱり進出してんだ。高島屋行こうかな、俺。行けるのに、こっちでも。安いんですか、ね、免税店じゃないの、普通。まあ、ブランドいらないからね。興味ないからね、ブランド。どうなんだろうね。あるかもね。で、まあ、もう物いらない、俺別に。本当に物とか買いたくない人だから。うん、いや、ワンピースのなんか、それだけは。まあ、それはだから、ちょっと忘れてたら行って、多分忘れるから、どうせ。マジで忘れてる。Wi-Fi 持ってくのWi-Fi だから聞いとく。うん、うん、でも借りてると思いますよ、その Wi-Fi。 さすがに借りるよね。だからちょっとでわ、うん、多分忘れると思う俺も。で借りなかったらもう高島屋で剥がれた瞬間終わりだから何時にここなんて待ち合わせ今の現在でしないじゃん。できないですよ。そうそう、だっていや11時に正面玄関でねじゃってやんない。もう今携帯があるからそれやらずに。そっか、やばいな。じゃあちょっとトイレ行ってくるわって剥がれた瞬間もうホテル集合よ。やばい、その後やばいなあ、今日もう一人であとホテルってことになっちゃうよ、マジで。本当にそうだよ、海外。まあ確かにありえるな、うんうん、携帯繋がんないと。確かにな。だから Wi-Fi だけは借りた方がいいと思う、まあ、一応海外旅行保険だけちゃんと用意しといたんだよね。あ、保険はね、あのエポスカードについてたよ。入っていった方がいい、うん、クレジットカードについてたから。あ、便利じゃない。アイポスについてんだ。そう、ついてんだよ。すごいじゃん。え、あれアイポス持ってればもう海外保険できるってこと。そう、すごいぞ、あのカード。あ、そう。そのカードの宣伝みたいになってるけどエポスカードはまあすごいですからね。いろんなところあれは便利よ、うん、だってそうだ、なんか俺この間テレビでさ、うん、たまたまその何つけた時に、うん、そのいや海外で暴行事件になっちゃって、うん、その保険が下りなくて300万とか聞いたことある。高いんだよ海外。暴行事件とか絡まれそうっすもんね、うん、ケンさん。俺もちもちしてるから。いやいやいや、殴りがいそういう場所に行ったからでしょ、だって。え、じゃあハワイのただの公衆トイレみたいな。何があったん。あ、なんかそこにたまたまその麻薬犯がいたみたいな。あ、それも運悪いでしょ。そう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 、うわ怖っと思って。もう海外は絶対保険入った方がいいなって。麻薬犯入ったら死ぬでしょ、もう。だってもうで、麻薬犯のボクサーっていう。いや、もうどういうことよ。超強いじゃん、そんなの。でも頭蓋骨を骨折みたいな。ハワイでそうなるみたいなもしょうがないよね。そう、だって安全なイメージじゃん、ハワイって。うん、ベトナムとかちょっと分かんないけど、本当に治安はどうなんだろうね。でもまあね、そう言われると日本でもまあボコボコにされるからね。言うたらね。言うたら、うん、どうしようもないよ。まあでもまあ万が一のために保険はだからね。そう、なんかね、一応ね、大丈夫だよ、200万ぐらいまで対応できるようになってたりしてね。すごいな。あ、そんなにすごいんだ。そうそう、結構ちゃんとしてたよ。ただですよ、みんなエポスカード入ろう。エポスの回し物がエポスおじさんが言いました。いや、だって他に俺2枚持ってたんだけど、他のから全部電話したの一応、うん、なんか聞いてたから帰り帰りよくついてるよ。さすが保険おじさん、ついてる可能性ある。やっぱ保険に関しては動くすごいついてるよって聞いたから3枚持ってて全部電話したの一応、うんうん、残りの2社ついてないんですよ。帰り保険なし、まあ、もしくはつけるにはゴールドクラスに上げなきゃいけない。ああ、なるほど。年会払わなきゃ。エポス、エポスはいいんだ。年会費ゼロ。年向こうでゼロでいいんだ。ついてます。え、向こうで使わなくてみたら持ってればいいってこと。そうそうそう。はあ、すごいね。発行から翌日からもうすぐ対応みたいな。へえ、すごいでしょ。持っといた方がいいね。じゃあ俺よかったら俺持ってる。なんかたまたま前作って結構簡単にね、作りやすいから。あれはやっぱすぐ作れるよ、ね、なんかわかんないけどそう、丸いは割とだって誰でも作ってください、うん、早く作ってくださいみたいな感じでもね。そうそうそう、いつでも作らせてくれるよ、ね、すごいよエポスカードを作る。今回学んだことは、うん、エポスカードを作れば海外は安心と。まあもちろんそれ以上の額いっちゃったら困るけどね、うん、まあ、でも200万ではなかなかね、いかない。200だったかな、うん、確かそのぐらいだったと思う。200万ででかいでしょ、なかなかね。ね、うん。まあじゃあ楽しんでください。はい、頑張ってください。どっか行かないの。
向かないっす。だって K さんいないってことはやんなきゃいけないっす。出た出た。やんなくていいよ別に。そんななんか別にいいじゃん、休みにしちゃう。無理やりやろうと思ってんじゃないですか。無理やり。終わんない。ベトナム誰かが言っちゃったから終わんない。言わないっすけどね、 K さんには。ちょっと作ろうと思って。2人ラインよ、2人ラインで。グループライン、2人の。いや、いいっすよ。K の悪口言うからね。いやいやいや。いいよ、作れないから。いいよ、別に。いいよ、やってもいいけど、別に。せっかくの上げた方がいいじゃないですか、動画は。毎日上げるんならね。まあ、毎日上げよ。それも。それもですよ。変わったんですか、考え方が。もう、去年の僕ら。僕ら違う。去年の僕らはもう違いますね。違うとは違うんです。去年の僕ら抜け殻になってるから。今年そう思えばね、結構頑張ったよね、今年ね。ほんと、12月すごいんじゃないですか。頑張ったね。いや、12月頑張ったよ、本当に。今までで一番やったんじゃない。やった、この3ヶ月間だよね。なんかでも一番やったけど、時間を有効活用できた感覚はするよ。そう、ちゃんと有効に、ちゃんとやりたい、いろいろと。なんか、昔は、無駄に朝からこう夜まで、ちゃんとギュッてやって。9時、9時11時。そう、ギュッてやって。9時11時、9時11時って言ってたけど。もうこんなになってやってたけど、なんかね、あんまりって感じだったけどね、うん、結果にね、結果に対してあの反応とかさ、はいはいはい、ね、よかったんじゃないの。いや、今年はてかやっぱこの人だね。もう俺いろんなとこで言ってるけど、この人、うん、この人がやっぱ書いて変わったもん、うん、でもあんまり耳に届いてないですよ、そういろんなとこ。いやだって本人にそんなあんま届いてないですよ。いや俺言っとくけど、俺ケンさんにも届いてない。いや、お前届いてた。結構言ってないっすね。お前届いて。俺昨日も定例でちょい言ったから。ハーフ君とかに言ってるとあんま意味ない。来ないから、合わないからね。何も思わない。何も思わないって言うんだよ。あいつ何も考えてないから。そうですね。適当男だから。それが売りだからね、あいつの。いや俺本当に昨日もだってそのマネージャーのミーティングで超言ったもん、うんうん、そうなの。だって聞いてないっすね。恥ずかしいな。聞いてんだろ。聞いてない。聞いてない。それやばいっすよね。聞いとけよお前。全然耳に入ってない。全然耳に入ってない。今年はどうでしたみたいな話した時めっちゃしたんやん。そうだっけ。もうあんまり聞いてなかった。眠かったなお前もうすでに。眠くなっちゃって。ふざけんなよお前。来年はね、いいとこで10万人行って、うん、まあ10万人はね、このまま行けば行きそうですね。ありがたいことで、ね、ありがとうございます。皆さんのおかげです、うん。20万人は目指したいですよね。行きたいね。もうこのまま行けば。でもその4日間休むことでやばいかもしれない。その4日間でも多分ね、俺登録者興味ないからさ。そんなにあれだよ、言うとくけど。まあ、登録者追いかけてるわけではないから、うん、そう。まあ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 、でも別にね、でも嬉しいじゃん。まあまあ、ね、いろんな人が見てくれるってやっぱ嬉しいことです。多い方がいいじゃないですか。まあそっか、多いから少ないからだったら多い方がいいね。まあ、そうかそうかそうか。せっかくならやっぱ面白いコンテンツ出して、うん、ね、一人でも楽しんでもらったら、それはまあ、そういうことです。一番大事な4日間だったんですよ。いやいや、1月4日から7日がやっぱ、そこじゃないよ。そこでどう頑張るかがやっぱり一番大事なの。そこじゃねえかもしんない。もうダメかもしんないかじゃないよ。年明けのスタートがちょっとスタート出し切れないかもしれない。別にそこはいいでしょ。一番休んでいいところでしょ。言うて一番いいでしょ、本当に。でも確か毎日投稿の文化じゃなくなってきてますね、やっぱ YouTube。 そうだね、今ね、結構周り見てもちょっとそう思いますね。あんまり毎日投稿やめてる人が結構多くはない、多くなってきてますね、今年、この年、2018年でも。だからこそやってる人は伸びてるよね。まあそんな気はするね。うん、だってやっぱその分の時間をさ、そうね、余ってる人の時間をこういただけるわけだからさ。でも出した方がいいんだろうね、うん、だ毎日はもうやりましょう。まあもちろん無理は、ちょっと無理っていう時はさすがにね、うん、書いてます。ベトナムだよ。金くれよじゃあ。いい金。キャンセル料くれよじゃあ。払っちゃったのか。金くれよじゃあ。ハーフ君に行ってもらいましょうよ。代わりに。すげえ楽しみそうじゃん。海外とか。ベトナム最高でした。確かにそんな感じするな。うん、じゃあそんな感じですかね。はい。じゃあまあ楽しんできてください。はい。はい、なんかベトナムトーク何本撮ったの。ほんとよ。いじりすぎなんだよお前らが。いや、そんなに触ることないよ別に。もうだって、いやもうなんか最近の K さんのいじられキャラがもう面白くて。なんでそんなになっちゃったんですか。お前のせいだよ。お前が入ったからだよ。もう一回シスタントに戻す動画撮りたいですね、メインで。俺がいじられるっていう。あー、そうしましょう。何、どういうこと。
なんかの企画失敗したら、うん、もう一回アシスタントの戻すみたいな俺をもうどっちでもいいんだけど正直そんなどうでもいいと思ってるあれ肩書きだからだ ついてようがついてようが何でもいいと思ってるからさそしたらチャンネル名戻さなきゃいけない高橋ズッティーにしちゃいけない戻さなきゃいけない